SNS で絶賛拡散中なので、そちらの方にもぜひ皆さん遊びに来ていただければなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速一人ずつ自己紹介をしたいと思います。ひなから。はい、18歳の平塚ひなです。ひな17歳の横田みゆきです。みゆき15歳の岩崎はるかです。はるか17歳の中野あゆみです。あゆみー16歳の金子さなです。さな最年長岡坂瀬奈です。せな16歳の伊藤小春です。おはる16歳の塚桃花です。桃花17歳遠藤美優です。美優17歳本島リリカです。リリカ。以上のメンバーでお送りします。よろしくお願いします。はい、続いて披露させていただく曲はシャンシャンシャボン玉という曲なんですけれど、この曲はですね NHK のみんなの歌で12月と1月に放送されていた曲になります。はい、はい、すごく可愛くてね楽しい曲になっているので、はい、皆さん楽しんで聴いてくれたら嬉しいなと思います。はい、ね、コールとかもあるのでぜひ一緒に言ってくれたらなって思います。お願いします。それでは聴いてください。シャンシャンシャボン玉。シャン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 シャボン玉。
皆さんと一緒にタオルを回して盛り上がれる卒業ハイタッチとなっております。この時期にぴったりな2曲続けて聴いてください。
卒業しました。ひなとみゆきが高校卒業しました。しました、はい、3人にはね、はい、今年の抱負を言ってもらうんですけど、その前に3人にはプレゼントがあります。プレゼント花束です。やべーじゃんこれ。綺麗だね。本当にかわいい。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。びっくり、びっくりした。なあ、これこんなベタな。ありがとう、ありがとう。めっちゃ嬉しいの。花束ベタですけど。ありがとうございます。いただきました。すごい。すごい。この間卒業式でもらったばっかりなのに、お花が増えた。綺麗。本当にサプライズなんだ。そうだよ、サプライズだよ。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。はい。はい、ということで一人ずつ抱負を言っていただきましょう。あ、はい。言います。はい。します。今年はなんか平成最後 の, なんていうの卒業生ということでなんか特別感ってすごい嬉しかったんですけど、来年もうすぐ花の JK になるので、女子高生らしく、同年代の女の子たちにもなんていうんだろう、憧れられるような存在になりたいと思います。そしてね、ビバの歌詞にもあるように努力して夢を叶えて頑張りたいと思いますね。ふわふわももうJK 以上のグループになりましたので、ね、JK 以上のパワーを、今まで以上のパワーを発揮できるように頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。はい、そして、はい、続いてはひなちゃん。はい、私は本当に学校が大好きだったんですね。毎日毎日楽しくて、なんかそれもやっぱりこう先生方とかが単位の計算もそうですけど、私たちが出る番組には必ず、見るよって言ってくれて、絶対応援してくれて、で友達もひなもう頑張ってねっていう風に全力でこの活動のことを応援してくれたのがすごい大きかったんじゃないかなって思います。だからこそ私も勉強との両立も最初は心配だったんですけど、無事うまく挑戦してできました。そして私はもうすぐ、静岡から上京するんですけど、ありがとうございます。本当にやりたいこととか挑戦したいことがいっぱいあります。だから今も本当にワクワクしています。本当に、悩むこととか不安とかこれからまた出てくると思うんですけど、そんなことを考えてる暇があったらもう前に進めっていう風に自分に言い聞かせて、これからも努力して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。無事に高校を卒業したということで、学校に通ってた時間をダンスにかけたいなと思っています。時間がある限りたくさん違ったジャンルにも挑戦して、いつかは事務所の大先輩のダパンプの健三さんみたいになるのが目標です。生活面でも充実して、時間のある限りたくさん練習をして、ダンスでも活躍できるように頑張りたいと思っています。はい、これからも応援よろしくお願いします。はい、ということでね、お祝いしてね、もうね、すごいおめでたい3人を皆さんで一緒におめでたいよね。はい、ありがとう。3人を一緒にお祝いしたいと思うので、私がせーのって言ったら皆さん卒業おめでとうと一緒にお願いします。いきます、せーの、卒業おめでとう。嬉しいね。ありがとう。これからも頑張ろう。頑張れよ。はい、皆さん、今日はふわふわの名前見シングル「ビバラッキーフォートシャンシャンシャボン玉」のリリースイベントに来てくれて本当にありがとうございました。はい、そして私たちはこれからもステージを重ねて、もっともっとたくさんの方に知っていただけるようなグループになりたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後はグループ握手会と集合写真撮影会になります。スタッフさんの指示があるまでしばらくお待ちください。はい、今日は本当に本当